太田さんも紹介してくださったこの東京新聞の記事にもあるようにね、うん、まあ昨年12月、まあ何件もその後発覚してるんですけど、昨年12月にアメリカの空軍兵、米軍の兵士が16歳未満の少女を連れ去って性的暴行を加えたとされる事件、うん、これ沖縄県に通報してなかったっていう問題なんですよね。で、うん、でね、これまあ東京新聞も書いてるんですけれども、うん、日米両政府が97年に合意した通報手続きっていうのがあって、うん、事件事故が地域社会に及ぼす影響を最小限とするため、うん、在日米軍に関わる事件事故の発生の情報を日本側及び地域社会に対して正確かつ直ちに提供することが重要であると、はい、なってるわけですよ、うん、はいはい、だから米軍がやらなかったらもおかしいんだけれども、うん、これもっと問題なのは今回、沖縄県警は知ってたわけですよ。そうです。でそれをこう多分報告を受けたのは警察庁で、うん、警察庁もおそらく知っていた、うん、で官邸におそらく挙げた、はい、で官邸とか外務省なんかでいろいろ相談をして、うん、沖縄県には伝えないという判断をした。どういうことか。でなぜ沖縄県に伝えないのっていうのをこう考えられる合理的な推測っていうのは3つくらいしかないんですね、うん、はい、1つはアメリカとか米軍に対する過剰な忖度、うん、配慮。そうですね、そういうことね。そうで、うん、もう1つはその沖縄の民意がこれでまた反発が沸騰して、うんうんうん、6月17日に沖縄で県議選ありましたよね、うんうん、その県議選なんかで、まあ、今回玉城デニーの与党がこう議席を減らして、うんうん、国政は与党だけど沖縄では野党だった自民党とかが議席を増やしたんですけれども、うんうん、だからまあ玉城県政は敗北したんですけど、うんうん、与党は敗北したんだけど、うん、そういう県議選なんかに影響を与えないための政治的な思惑、うんうん、これが2つ目ですよね、はい、もう1個はこれそのちょっとこう考え本当信じたくもないんだけど、うん、要するに辺野古の基地建設なんかをめぐって、うんうん、玉城県政が一向に言うこと聞かないと、うん、はいはい、その玉城県政に対する嫌がらせ、うんうん、この3つぐらいしか考えられないんですよ。でだからこの3つのうちのいずれかか、うん、あるいは複数か、うん、あるいは全てかっていう思惑でその沖縄県に伝えなかった、うん、僕直感的には多分2番目のその県議選なんかに影響するのを避けたかったんじゃないかなって思うんですけど、うん、ただいずれにしても伝えなかったんですね、うん、でその伝えない理由をその沖縄県警とか外務省なんかは何て言ってるかっていうと、被害者の、まあ、性被害なので、はい、被害者のプライバシーに配慮したって言ってるんですよ、うん、だけどね考えてみれば分かるんですけれども、それはもちろん性被害者に対する配慮、うん、プライバシーへの配慮っていうのは必要だけど、はい、性被害者のプライバシーに配慮しながら、うん、事案のあるいは事件発生の事実を伝えるなんてことを、うん、いくらでもできますよね。はい、そうですね、できますよね、うん、でむしろこれ例えばね、じゃあ本当に性被害者のこう保護とかね、うん、ケアっていうのが必要なんだとすれば、うん、むしろそれに当たるのは地元の警察であり、うん、自治体じゃないですか。だから沖縄県に伝えなかったら、うん、被害者の保護やケアもできない。なるほど。でしかも類似犯罪が増えてますよと、うん、まあ別に全員米兵が犯罪者じゃないですよね、もちろん、うん、だけど米兵による類似犯罪が起きてるっていうことを地域の住民に伝えて、うん、皆さんちょっと気をつけてくださいねとか、うん、夜間の外出とか気をつけてくださいねとかっていうような注意喚起したり、うん、あるいは米軍側に兵士の夜間外出をちょっと禁止させてくれ、しばらくの間はっていうようなことをする求めるとかっていうことをするためには、うん、沖縄県が知らなかったら、うん、何の対処も取れないわけです。そうですね。プライバシーの保護のために、うん、プライバシーの保護をしますっていうことの大切さですね、うん、まあそういうことですよね。そう、まさにおっしゃる通りっていうことは、はい、これねどういうことかっていうと、うん、まあ、さっきのいずれ3つの理由のいずれかは分からないんですけれども、うんうん、そのまあ、これよくね安倍さんなんかがよくおっしゃってましたけど、国民の生命と財産を守るのが政治の役割だっていうじゃないですか、はい、ということはこの被害者のプライバシーだけじゃなくて被害者の保護やケアもできない、うん、あるいは注意喚起もできない、うん、つまり沖縄県民 の、 そのまさに生命と財産が脅かされている状況を沖縄県に伝えないってことは、うん、これ沖縄県の人たちはある種、うん、日本じゃないのかっていうような扱いをしたっていうことに今回等しいんじゃないかっていう気がするんですね、うん、沖縄県警が知ってて、うん、それを外務省に挙げたわけ、うん、警察庁でしょ、警察庁に挙げたわけ、はい、沖縄県警は、うん、でもここで、うん、玉城デニーさんのところ、ね、うん、国の、ね、うん、方に上げるのが当然じゃないですか。それがね微妙なところで、警察っていう組織は、はい、一応は、うん、その沖縄県の警察なので、はい、そのもちろん県にも上げなくちゃいけないんだけど、はいはい、でも現実的には、うん、これは沖縄県警に限らず警察組織っていうのは、うん、その地元の自治体よりも警察庁の方を向いてるんですよ、うん、だからその警察庁に上げてるんですよ、警察庁に上げてる。で沖縄玉城で、うん、
からね、沖縄県警の判断じゃないと思うんですよ。つまり沖縄県警をまず警察庁に情報を上げて、うん、官邸なんかと相談して、うん、外務省とも相談して、うん、沖縄県には伝えるな、伝えるなとってやってるんですよ。これは間違いなく。そうだね。そうっていうことになると、うん、つまりでもさ、うん、もっと言えばさ、うん、同時にね、あの国にあの上げるのと同時にさ、沖縄警察は、うん、あの知事の方、県の方にも、うん、普通は同時に上げるべきじゃない。だから本来上げなくちゃいけないんだけど上がらなかったわけですよ、はいはい、そこに警察組織の意思とか政府の意思があったわけですよね、うん、だからわずか 0.6% の国土に7割の基地を押し付けて、だからこういう犯罪に沖縄の人たちは苦しんできた、これを何とかしなくちゃいけないっていうのはまさにその通りだし、今もその状況が続いていて、この今回の事件はその証左なんだけど、うん、今回のね事件発生を沖縄県に伝えなかったっていうのは、そうなんだよ、ちょっとねこれ常軌を逸してるっていうかね、うん、そうだからこの国の、うん、なんて言うんでしょうかね、こう沖縄はもう国土の一部だと思ってないのか、うん、あるいはそというか、うん、アメリカに、うん、ずものすごい忖度して、うん、まあまあ、これからもなんか情報が向こうに行かなければ、こうアメリカとの関係がうまくやっていけるんじゃないかとかと思ったとすれば、今、うん、沖縄県警はどんなお考えというか、うん、どんな状態なんですか。沖縄県警はやっぱりプライバシーに配慮したから事案を公表しなかったっていう、うん、っていうふうに言ってますけども、言わされてるのか、まあ、言わされてるんでしょうねってことを考えると、今回の事件って、うん、そのちょっとこれまでの事件とはまた輪をかけてひどいっていうことなので、うん、そのこう、まあ、国民の生命と財産を守るよりも、うん、アメリカに忖度してるのか、うん、の与党の政治的思惑を先行したのか、玉城県政に対する嫌がらせをしたのか、いずれの理由にせよ、これはちょっと沖縄の人たちに対して申し訳なさすぎるし、沖縄の人たちはもっと怒るでしょうということを言えると思います、はい、ありがとうございました、はい、青木治さんのコラムでした。以上、大竹のもっと言いたい放題でした。米軍人による性的暴行事件等についてお答えいたします。沖縄県としては、昨年12月と今年5月に発生した米軍人による性的暴行事件等について、1997年の日米合同委員会合意に基づく通報体制が十分に機能せず、県への連絡が一切なかったことは、再発防止や地域住民の安全確保の観点から大きな問題があったと考えております。そのため今月3日に私が外務大臣などに対し、事件に強く抗議するとともに、米軍人等による事件事故について県への通報を徹底するよう求めました。県などの要請等を受け、去る5日に政府から在日米軍による犯罪における国内情報共有体制が示されました。その中では、犯罪予防の観点から迅速に対応を検討する必要があることに留意し、可能な範囲で地方自治体に対しての情報伝達を行うこと、またこの情報伝達にあたっては被害者のプライバシー保護に留意することなどとされております。渡具知治議員のご質問にお答えいたします。米兵の少女女性への性的暴行事件と隠蔽についてのご質問の中の、日米地位協定の改定、国内法の適用等についてお答えいたします。平成29年度から令和4年度にかけて、県が実施いたしました他国地位協定調査により、ドイツなどヨーロッパの4カ国、オーストラリアおよびフィリピンでは、自国の法令を米軍に適用させ、米軍の活動をコントロールしていることを確認しております。米軍基地から発生する諸問題を解決するためには、米側に裁量を委ねる形となる運用の改善や、補足協定の見直しだけでは不十分であり、国内法の適用など、日米地位協定の抜本的な見直しが必要であると考えております。そのため、沖縄県では、機会あるごとに、日米両政府に対し要請を行っており、本年2月の防衛大臣への要請においても、同協定の見直しを求めたところであります。今年度は、全国知事会と障害知事会において、県がこれまで実施した他国地位協定調査について改めて報告するとともに、県内においてはシンポジウムを開催するなど、日米地位協定の改定に向けた国民的議論の喚起につなげていきたいと考えております。次に、沖縄が再び戦場にされ、精神にされようとしていることについてのご質問の中の両括弧5、対話と外交による平和構築の取り組みについてお答えいたします。沖縄県は住民を巻き込んだ苛烈な地上戦の経験を有しており、二度と沖縄を戦場にしてはならないという思いは、すべての県民の切実な願いであると考えております。このため、復帰50年の新たな県議書をはじめ、機会あるごとに政府に対し、平和的な外交、対話による緊張緩和と信頼醸成に取り組むよう強く求めているところです。また、沖縄県では、今年3月に策定した沖縄県地域外交基本方針を踏まえ、
チェジュ 4.3 追悼式やチェジュフォーラムへの参加により、平和を希求する沖縄の心を海外に発信する取り組みを進めております。沖縄県としましては、引き続き平和的な外交、対話による沖縄独自の地域外交を積極的に展開してまいります。次に、学校給食の無償化についてのご質問の中の両括弧1、国への要請についてお答えいたします。まずはじめに、1番目の米軍基地問題についてからですけれども、ワシントン事務所の取り組みについてご答弁をいただきました。具体的に今、米国政府関係者と面談をされたということですけれども、どこにロビングをされたのかということと、相手側の反応についてお伺いしたいと思います。玉井正人知事公市長。はい、米国政府関係者については7月9日に、国務省のアジア太平局日本部の、課長代理の方に、説明をしております。国務省の担当者からは、我々国務省は今回のことを非常に重大に受け止めており、国防総省や、日本側の関係者とともに将来に向けた、最善策を検討しているところである。で、事件の再発防止に向けた対応や措置を再検討し、今後沖縄県にお知らせしたいと考えている。関係部門の中で沖縄県民がどのように対応しているかについて共有するなどの発言があったと聞いております。平佐子議員。はい、国務省との面談で、国務省からはですね、沖縄県民がどのように反応しているのかということについて、この省庁の中でですね、共有を今後していくということもあります。やはりここはですね、玉城知事、ぜひ沖縄にとっても、米軍を有するアメリカ国にとってもですね、こういう凶悪犯罪が多発している状況というのは、もう異常事態であると考えております。これはもう沖縄県民を代表してですね、早期のしかるべきタイミングにおいて、ぜひ知事が訪米をしていただいて、事態を訴えていただきたい、解決を訴えていただきたいと思いますけれども、ぜひ知事ご自身からの見解をお伺いしたいと思います。玉城デイリー知事。はい、このように、米軍人軍属による、事件が常に特に県内の女性や子どもの不安の中にあるということを米側にしっかりと伝えなければならないと思います。年内に訪米の予定をしておりますが、まだその訪米の日程詳しく決まっておりませんけれども、その際にはぜひ関係要領を通して沖縄の現状とその課題解決のための根本的な取り組みをぜひ行っていただきたいということを含めて強く要請をしたいと。平佐藤議員。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。今朝の新聞でも稲嶺県政においてはこの三者協議会が設置をされて機能していたということもありますので、稲嶺県政で設置されて玉城県政で同じ行政の連続性でありますから、この課題についてはやはりそのこの三者協議体を開催をしていくということで、改めてぜひ求めていただきたいと思います。ご覧いただいたのはおとといの沖縄県議会の様子でした。最後に国会の質疑をご覧ください。2年前です。はい、再沖縄の風の伊波洋一です。昨年10月沖縄県那覇市内において面識のない女性に性的暴行を加えようとして怪我を負わせたとして、那覇地検は12月に米海兵隊の上等兵を強制性交等致傷罪で起訴しました。女性の人権を踏みにじり、地域住民に恐怖を与える米軍人によるこうした事件に強い憤りを覚えます。警察庁によれば、国内でこの10年間に認知された米軍人等による凶悪犯罪は殺人1件、2019年、強制性交等は19件、12年に2件、13年1件、14年2件、15年4件、16年3件、17年3件、18年1件、21年3件でした。沖縄県内でも昨年来、米軍人等による性犯罪が相次いでます。戦後77年、復帰後50年を経過しても、なおこのような事件が米軍基地の集中により日常的に繰り返されています。強く抗議します。地元の沖縄県警のまとめで、1972年から2020年の48年間で米軍関係者の検挙件数は6068件もあり、うち強姦や殺人、強盗、放火、強制性交罪、旧強姦罪の
凶悪事件は582件発生しています。1995年の9月の三米兵による少女暴行事件の発生後、身柄引き渡しが大きな問題になり、日米合同委員会合意として合衆国は殺人または強姦という凶悪な犯罪の特定の場合は、起訴前の公金の移転についていかなる要請に対しても好意的な配慮を行うとされました。今回当該米兵の身柄は起訴後に日本側に引き渡されました。96年に合意された起訴前の公金の移転は行われなかったわけです。日米地位協定第17条5項の C によれば、日本側が裁判権を行使すべき米軍事等について被疑者の身柄を米側が確保した場合には、日本側が被疑者を起訴するまで時まで米側が引き続き被疑者を拘禁するとされています。すなわち17条55項の5の C が復活しているわけです。この点、1995年の少女暴行事件に本件に関し、なぜ外務省は合同委員会合意に基づく起訴前の身柄引き渡しの要請を行わなかったのですか。林外務大臣。外務省といたしまして、捜査当局における個別の対応についてお答えする立場にはございませんが、本件については、米側から必要な協力を得て所要の捜査が行われたものと、承知をしておりまし、起訴前の公金の移転を要請していないところでございます。米側も本件を深刻に受け止め、地元の捜査当局の捜査に対して十分な協力がなされたものと、承知をしておりまして、日米地位協定は捜査の支障にはならなかったものと認識をしております。外務省によれば、1995年の日米合同委員会合意に基づいて、これまで平成8年から平成20年3月までの6件の事件について起訴前の身柄引き渡しの要請が行われ、その1件は米側に拒否されましたが、5件は起訴前の身柄引き渡しが実施されています。しかし平成2008年の神奈川での強盗殺人事件を最後に、その後の起訴前の身柄引き渡しは行われていません。08年以降、外務省は合同委員会合意に基づく起訴前の身柄引き渡しの要請を行っていないのですか。外務省、金井参事官。委員ご指摘の通り、1995年の刑事裁判手続きに関します日米合同委員会合意によりまして、殺人強姦等の犯罪で我が国として重大な関心を有するものにつきまして、起訴前の公金移転を可能にする道が開かれ、実際に移転が行われるなど運用上の改善が図られてきているところでございます。起訴前の公金の移転を要請するか否かに関しましては、個別具体的な事件ごとにまずは捜査当局におきまして、捜査上の必要性等を勘案し、起訴前の公金移転の必要性を判断してきていると承知しております。冒頭お話ししましたように、この10年間で殺人事件1件、強制性交等が19件、凶悪事件が発生をしております。今回の事件については、事件の発生も公表されず、昨年12月に起訴された際も公表されることなく、身柄が引き渡されたことも報じられていません。この事件、一体いつ起訴され引き渡されたのでしょうか。1997年に日米合同委員会で合意された在日米軍に係る事件事故発生時における通報手続きというのがございます。この通報手続きの運用に関しましては、個別具体的な事案の内容に応じて適切に判断して対応してきているところでございまして、特に本件のような被害者のプライバシーに関わるような事案に関しましては慎重な対応が求められているところでございます。本件に関しましては米側から情報提供がございまして、その詳細については米側との関係もございますため差し控えたいと存じますけれども、米側から提供された情報は適切な関係者に共有したところでございます。なお日本側の捜査当局におきまして、米側とも連携し必要な捜査が行われていたということにつきましては、先ほど大臣からもご答弁申し上げたとおりでございます。米側との協議というのは、それは捜査の段階でしょう。起訴したのは検察庁でしょう、ね、で身柄を移管したのは皆さんでしょう。なぜそのことをですね、明らかにしないのですか。それぞれの個別具体的な事案の内容に応じまして、適切に判断して対応してきているところでございますが、本件のような被害者のプライバシーに関わるような事案に関しましては慎重に情報共有をさせていただいているところでございます。起訴自体がプライバシーですか、あるいはその、米兵の身柄の移管がプライバシーですか。どうしてそういうことを理由にするんですか。私ども外務省といたしまして、捜査の実態、捜査の手続き、そして、起訴に係る事案に関しまして、詳細にご答弁申し上げる立場にはございませんけれども、先
ほど来、繰り返しご説明申し上げております通り、本件のような被害者のプライバシーに関わるような事案については、政府全体として慎重な対応をしてきているところでございます。唯一ですね、日米地位協定上の項目について、その好意的配慮を行う、あの95年の少女事件のことによって、合意された起訴前の公金の移転ですよ、そのこと自体も何も話さない。つまり皆さんは先ほど申し上げたように、すでにこの公金の移転そのものをもう諦めてるんですか。この捜査に関しまして、私ども外務省としてお答えする立場にはございません旨、ご説明申し上げているところでございますが、本件、個別具体的の本件に関しましては、米側から必要な協力を得て、所要の捜査が行われたものと承知しておりまして、それを受けまして、起訴前に公金の移転を要請していないという事実関係でございます。いずれに関しましても、米側からは十分な協力がなされたものと承知しておりまして、ご指摘のような日米地位協定が捜査の支障になったということはなかった、捜査の支障にはならなかったというふうに認識しているところでございます。日米地位協定の支障云々じゃないですよ。起訴されたこと、それで、事件が起こったこと、そして、公金の移転が行われたこと、そのことをただ聞いてるんですよ。今のようなことすら答えきれないんだったらですね、米軍犯罪どう起こってもですね、何も儲かなくなります。これはそもそもこの報道自体は、政府が報道したわけ、明らかにしたわけじゃないんです、ね、これはいわゆるこの時事件起こったのに、だってその民間の通報でですね、警察が来て、容疑者も特定しながらという調査をやった、そんなことにすら話をできないということではですね、おかしいですよね。すでに、そして12月には、そもそも防衛省、防衛大臣や外務大臣は米側に強く抗議してるでしょう。でさらに2プラス2協議でもそのことを外務大臣は申し入れてるでしょう。でそういう意味でですね、私は思うのは、これは積極的にですね、この10年間19件あったんですよ。積極的に合同委員会日本政府が空分化、私分化させているような現状ではないですか。外務省の姿勢、問題ではありませんか。委員ご指摘の2プラス2でのご議論は、まさしく、大臣がこの1月に岸防衛大臣とともにご参加いただいた2プラス2での議論でございますが、この際の日米2プラス2でのご議論というのは、本件事案を含めまして、米軍人等による事件事故全般の防止の徹底について申し入れたところでございます。個別の本件の事案に関しまして、申し上げれば、先ほど来ご答弁申し上げております通り、必要な捜査というのが米側の協力も得て行われたところでございまして、起訴前の公金の移転ということを要請していなかったという事実関係があるわけでございます。私は事実を明らかにしなさいと言っているんですよ。国のですね、正当性がまた問われます。さらにですね、女性の人権がですね、これほど踏みにじられたにもかかわらず、国としてですね、やるべきことをやったとすら言えない、こういうことで本当に、じゃあ日本政府はですね、沖縄県民の人権どう思ってるんですか。沖縄県民の人権よりですね、米軍を守っていく、米軍のですね、日米合同委員会の話はなんか守っていく、そんなことなんですが、大臣どのように考えていらっしゃいますか。林外務大臣。まず捜査当局における個別の対応について外務省として お答えする立場にはないわけでございますが、本件については、米側から必要な協力を得てですね、所要の捜査が行われたもの、承知をしておるところでございまして、そうしたことで、起訴前には公金の移転を要請していないところで、ございます。韓米地位協定ではですね、2001年に、今、身柄引き私というものを判決後から起訴後に変えました。さあ2012年にはですね、起訴前の身柄引き渡しの障害となっていた2024時間以内の起訴というものを条件をなくして早めに変えてます。政府として2012年5月の韓米地位協定の運用を把握してますか。また実際の事件においてこの運用改善に基づき起訴前の身柄引き渡しが行われた事例について把握してますか。政府といたしましては、日米地位協定と米国が他国と締結しているその他の地位協定等の比較に関しまして、地位協定とそのものの規定ぶりのみならず、各国における米軍駐留のあり方、実際の運用、安全保障環境等の背景等を含めた全体像の中で検討する必要があると考えておりまして、単純に比較することは適当で、だとは考えておりません。その上で申し上げれば、委員ご指摘の2001年の米韓地位協定第22条5項に関する合同議事録というものがございまして、これには犯罪が公金を正当とする十分に重大な事案で、同規定の定め
める12の分類、具体的には殺人、強姦、身代金目的とする誘拐、非合法薬物の取引、非合法薬物の流通目的の生産、放火、凶器を使用しての強盗、これら7つの犯罪の未遂、傷害致死、飲酒運転による致死、致死に至る交通事故後の逃走、これら犯罪を含む他の罪名の犯罪、これら12の分類に当てはまり、そのような公金の相当な理由や必要性が存在する場合には起訴前ではなく韓国当局による起訴時に韓国側当局に被疑者の公金を移転しなければならない旨定められていると承知しております。その上で2012年には韓国政府は米韓の間で米韓地位協定の刑事分野における運用改善が合意され、24時間以内に起訴する義務というものをこれに関する条項が削除されたというふうに発表したと承知しております。しかしながら我が国としてこの米韓間での運用改善の合意に基づき、その後起訴前の身柄引き渡しが実際に行われた事例があるかについては承知していないところでございます。以上、伊波洋一君、お求めください。ますけど、今日の議論を通してですね、分かったのは1995年のあの少女事件で、まあ合意されたまさに、公金の移転というものが現実的な、まあ元に戻ってしまっているという、それ以上にですね、後退しているのは事件の存在すら明らかにしない、そういう状況に我が国が今なっているということですよ。そのことはですね、重大な責任があると思います、現の政府に、ね、だからこの間のこの米軍重視というものが沖縄は被害になっているわけです。とてもそのことを深くですね、やはり外務省、防衛省、そしてまた内閣として、首相としても総理、あの岸田首相もですね、考えてもらわなきゃいけない、立ち返らなきゃいけない。他国はちゃんと前進しているんですよ、我が国は後退している、そのことを指摘して終わりたいと思います。本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。